はい、豆腐マニアのユッキーです。今回は、またしても、ですね、リアカーで、引いて、自転車のね、あの、リアカーを引いて、回る、アコさんっていう、その方のですね、ありが豆腐は以前紹介しましたが、それではなく、こちら、タレ付き。こちらがですね、これ何つったっけ？ジーマーミー豆腐というらしいです。聞いたことないというか食べたことないんですけど、これはアコさんが、すごい、おすすめということでね。値段が250円でした。うん。そして、さらにいただいたんですが、こちら、豆乳。なんかサービスとしてくれましたね。はい。購入でございます。よいしょ。それではいただきます。豆乳。ウィス。いただきまーす。あ、これあれだ。以前のアコのありが豆腐の、を、ミキサーにかけて、ドロドロにしたような、豆乳。あ、すごい濃厚です。うわ、濃厚だ、これ。で、5月5日、子供の日なんですけど、その日曜ですね、うん、に、アコさんのリアカー引きの、ラッパの音が、聞こえたんで、探したんですよ。で、発見して、声かけて、前回の、ありが豆腐を、動画、YouTube に、アップしたんですけど、大丈夫ですかって言ったら、ありがとうって言われましたね。うん。嬉しいって言ってました。うん。あ。濃厚。もうなんて言うか、濃厚。うん。これ大豆だ、これ。これ大豆っていうか、あれだ。あ、美味しい。うん。で、まあ、こちらの、ジーマーミー豆腐。こちらがまあ、おすすめと言われたんで、購入したんですが。それと同時に、このジーマーミー豆腐も、YouTube で、レビュー した動画アップしていいですかって聞いて、お願いしますって言われたんで、はい。今、動画でアップしてるわけですけど。プラス、こちら講演会生と資料を見つめる、それぞれが見た命。というですね。まあ、イベントがあるらしい。で、この方が、アコさんですね。うん。で、こちらが、日時が5月25日。過去土曜日の14時から、16時半。懇親会っていうのもあって、17時から19時となってます。場所がパセラのコワーク東、神田の貸し会議室。うん。となっ
ってて、チケットが、大人2000円、車椅子障害者割引が1000円、学生無料。ということで、まあ、俺、障害者の手帳持ってるから、1000円割引です。1000円で行きます。で、懇親会っていうのが、3500円。と書かれています。で、命についてた、考える講演会を開催しますということで、スピーカーたちの出会いは全国講師オーディションでした。それぞれが語ったハートフルな予選、のスピーチ内容に、共感した3人が集まり、今回の、講演会が実現しました。なぜなら、全員に共通する講演テーマは命と生きることだったからです。で、この講演会に出るのが3名。今徳慎吾さんと、森田美佐子さんと、豆腐屋あこさんとなっております。うん。まあ、あれですね。俺はちょっと、まあ、あんまり、人混みが嫌いなんで、ちょっと行かないんですけども。はい。行ってみてはどうでしょうか。皆さん。まあ、生と死を見つめるというのはあれだね。うん。これはあれだわ。うん。ちなみに、豆腐屋あこさんの、概要ですが、キラキラ女性講演会2016年グランプリ。私は自分の仕事が大好き、作文コンクール優秀賞というのを受賞したらしくですね。リアカーを引いて昔ながらのラッパを吹きながら、お豆腐の、行商15年目、となってまして、幼少期のいじめからコンプレックスの塊になっていた女の子が今では笑顔の褒められる、愛される女性になれた。そのわけとは。というのを、話すんではないかなと。本当にね、この方はですね、もうすごいんですよ。うん。もう見てわかる、なんかすごいんですね。うん。もうありがとう、嬉しいっていうことをね、本当に言ってくるんですよ。あの方は。うん、それでは、ジーマーミー豆腐をいただきたいと思います。こちら。タレがあるんで、タレをかけていただきましょう。これ食べたことねえな、これな。ジーマーミー豆腐。まあ、ググったところによると、ジーマーミー豆腐というのは、なんだっけ、ウィキペディアに載ってました。落花生過去ピーナッツを使った沖縄県や鹿児島県の郷土料理らしいです。ほう。あ、知らんかったの。落花生。それではいただきましょう。あ、すごいもっちりしてる。餅だこれ。うわ、すげえ餅だこれ。ほら、このもちもち感。これ餅だこれ。完全に餅だこれ。あ、すげえなんだこれ。うわ。これ見た今。とんでもない弾力。弾力半端ないな、これ。いただきまーす。あ！これあれだ。あ！なんかデザートっぽい。このタレがね、なんか甘、
甘い。うん。あ、あれだ、団子。うん。団子っぽい。ほら。団子あるじゃん。あれの、何団子っていうのあれ。ごまと、あんこと、あともう一つなんか、醤油みたいな、焼き色がついてる、きつね色のやつ。あれだ、ほとんどあれだな。最近あれ食ってねえな。あ、すげえ。美味しい。うん。名前に豆腐とか入ってるが、大豆の加工品ではなく、落花生の搾り汁に、芋くず、かっこさつまいもでんぷんを加えて作る。すげえこれ。ごま豆腐のごまをピーナッツに、くず粉を芋くずに置き換えたような食品である。ごま豆腐同様にもちもちとした食感である。沖縄県内や鹿児島県内の大手スーパーマーケット、市場などで、市販されていると。すげえ、あれだ。ものすごい弾力、これ、あれだ、切れない。こうすると全部持ってかれる。あ、これ、タレがあれだわ。ほとんどなんかこう、プリンではないけど、なんかデザートっぽいな、俺な。甘いから。うん。うん、うん、うん。うん、うまい。なるほど。団子のね、醤油、団子っていうのかな。なんていうんだっけ、あれ、団子。団子ってあれ、醤油団子的なやつ。ああ、これ、みたらし団子だ、そう。ほとんどみたらし団子ですね、これね。みたらし団子の、を柔らかくしたような感じ。うん。あ、みたらし団子だわ、これ。みたらし団子。これ間違いない。タレがね、ほとんどその、甘じょっぱいような、味です。うん、みたらし団子。これだ。ただやっぱり団子じゃないんで、これ。みたらし団子だ、これ。だから、団子じゃないから、あれなんだね。団子よりは柔らかい。うん。あ、これ美味しい。あ、うまい、これ。こんなん俺初めて食ったわな。ジーマーミ豆腐。聞いたこともない。うわ、これ食ったらあれだ。みたらし団子食いたくなってきたな。うん。これ、これタレがあれだ。タレがね、醤油と砂糖を入れて混ぜたような味。
うん。そうだね。うん。醤油と砂糖を入れて混ぜる。で、フライパンで、フライパンがなんかで、醤油入れて、砂糖入れて、こう、ばーって混ぜて、それをかけたみたいな、タレがそれです。うん。ということで、こちら。ね、250円というの、しかもあれですよ。まあ、安い。うん。で、ジーマーミ豆腐という、その沖縄のね、郷土料理が食べられる。で、先ほども、申しましたが、懇談会、ね、こちら、懇談会があるということで、行ってみたい方は、行ってみたらいかがじゃないでしょうか。ということで、ありがとうございました。アコさん、ありがとうございました。それでは、バイビー。